居酒屋。居酒屋とは、種類とそれに伴う簡単な料理を提供する、飲食店で、日本式の飲み屋である。バーやパブなどは、洋風の店舗で洋酒を中心に提供しているのに、対し、居酒屋は、和風で、ビールやチューハイ、日本酒などを提供している店が多く、バーやパブに比べると料理の種類や、量も多い。装飾や提供する。 飲食類は和風のことが多いが、あえて洋風にすることにより、他店との差別化を図る店もある。また、新鮮な魚介類を提供していることを強調するため、店内に活魚用の池酢を作る店、カウンターを作って目の前で調理をしてみせる店など、様々な工夫を凝らした店が多い。チェーン店においては、セントラルキッチンにおいて、 調理済みの料理を提供する店が多いが、近年は店内調理を全面に出してセールスポイントとするチェーンも少なくない。古事記に登場する逸話や歌から8世紀初頭までには定着していた。増主し、三木の司と呼ばれる役所の管轄のもと、上主料としての米が租税として徴収された733年の記録が残っている。 七百九十七年に書かれた俗日本記には、七百六十一年に吉原王が居酒屋で酔って殺人事件を起こした記録が残っている。ただしこの時は大陸の言葉である趣子と書かれていた。奈良時代になると、貨幣経済も始まり、寺院などで酒の醸造と提供が始まり、神社関連も醸造を行うようになる。やがて平安時代から室町時代にかけて、 民間業者が醸造を行うようになり、醸造屋呼ばれるようになった。醸造屋は当初、貴族階級の裕向けであり、庶民の飲酒行為は811年の規制法等によって祭り以外の飲酒が規制されていた。醸造屋が全国に波及するのは11世紀頃と言われている。鎌倉時代になると、貨幣経済が都市部で本格化し、 武士階級に酒を提供する醸造屋が現れた。これらは、公職家と呼ばれ、種類の提供だけでなく、売春業も言っていたようである。酒をめぐってのトラブルも多発したため、1252年、県庁4年の10月には、酒壺の破棄指令が出たほどである。その後鎌倉時代の末期になると、ようやく商人階級に種類を提供する醸造屋が、登場す。 室町時代になると、醸造屋は一定の権力を持ち、幕府から課税対象とみなされるようになる。この頃の醸造屋は同時に金貸しをやっており、庶民に対して積極的に金を貸すと同時に、種類も提供していた。また、室町時代から醸造と提供の分離が始まり、酒の提供に特化した酒屋や茶も出す茶屋が登場するようになる。その後戦国時代になると、 各大名が、寮内の経済強化のために酒屋や茶屋を積極的に保護した。都市部や街道沿いには、庶民相手の居酒屋が建つようになる。居酒屋の本格的な発展は、江戸期頃になる。酒の量り売りをしていた酒屋、主販店で、その場で酒を飲ませるようになり、次第に、簡単な魚も提供するようになった。酒屋で飲む行為を、居続けて飲むことから、挙手。 いざけと称し、そのサービスを行う酒屋、売るだけの酒屋と差別化するために居酒いた志向の張り紙を店頭に出していた。現在でもこうした主販店に付属する形式の立ち飲みスタンドは残存しており、近隣住民の気軽な社交場として機能している例も見られる。他にもニューリアが酒を置くようになったことに始まるもの、また屋台から発展したものなどの別系統もある。江戸は、 男女比率が極端に男性に偏っており、一人住まいの独身男性が多かったことから酒飲めて勘弁に、食事も取れる居酒屋は大いに広まっていった。一方のお村部は最後まで居酒屋の普及が遅れ、18世紀後半まで待たなくてはならなかった。明治時代になると文明開化の名の下、ビールなど洋酒が流入し、1899年には銀座に富裕層向けの エビスビアホールが設立された。その後、カフェやキャバレー等の洋風居酒屋が相次いで流入した。1939年にはビール生産量が戦前のピークを迎えている。1944年、決戦非常措置要項により多くの飲食店やカフェが閉店に追い込まれ、一方で一人、ビール一本、または日本酒一合に限る公営の国民居酒屋が登場した。 戦後の1960年を境に日本酒と洋酒の消費量が逆転することになった。1970年代頃までは居酒屋といえば男性会社員が日本酒を飲んでいるところというイメージが強かったが近年は女性にも好まれるように中杯やワインなど飲み物や料理の種類を豊富にしたり店内装飾を工夫したお店が多くなり女性だけのグループや家族連れを含め 誰でも気軽に利用できる場所というイメージが定着しつつある。特に1980年代頃から居酒屋のチェーン店化が進んだ。このことで居酒屋は安く大人数が集まることができ少々騒いでもよく様々な人の好みに合わせて飲み物や料理を選べるというメリを持つようになった。このため学生、会社員、友人同士などのグループで 簡単な宴会を催す、際の会場としてよく用いられている。チェーン店を中心に、基本的には低価格で気軽に飲食できることを売りに、している店が多く、そのため男女に関わらず広い層を顧客としている。中国で、これまでに確認されている最古の酒の痕跡は、紀元前7000年頃の土器に付着していた酒粕で、ある。内訳は米やぶどう。 蜂蜜などの成分が含まれていた。当初は、河北に、陰や州の王都が建国されたため、麦栽培が盛んになる、紀元前270年以前は、キビやアワの酒が、それ以後は、麦の酒が飲まれた。稲作は、気象条件の都合上、家中と家南でしか栽培できなかったため、米の酒が流通するのは、旗の中国統一による、紀元前3世紀頃と言われている。 その後、紀元前6世紀頃の春秋時代に、布銭ア当選、そして、紀元前403年から紀元前221年までの春秋戦国時代に、かけては、青銅下の沿線が流通した。これら貨幣経済の誕生とともに、居酒屋や種類を提供する宿屋は誕生したと見られている。古代中国では、民衆の酒盛りは禁止されており、漢の法律には、 三人以上言えなくして酒を、軍員すれば、罰金四両と規定されていた。ただし、国家の刑事の際には、民衆の宴会は許されたようである。このことから、古代の居酒屋は、富裕層向けに特化した店だったようである。その後居酒屋は、当の時代頃になると、各都市部に、庶民向けの店が出始め、主旨や、首郎、主家などと呼ばれた。これらは、当時の詩人であった。 呂白や徒歩によって歌に読まれている。各都市の街道沿いには宿屋を兼ねる居酒屋が抜きを並べ、看板である酒畑を掲げ、ウイグル系の釈布などが働いていた。当時は夜間の営業が禁止されており、深夜営業は早朝の時代まで待たなくてはならなかった。またこの当の時代に詩人の王冠が武道士を歌に読んでいるが、 ワインのような白物ではなく米とぶどう汁をブレンドした醸造酒だったようである。その後アラビアから蒸留酒が伝来し、白酒、パイ中と呼ばれて、富裕層がたしなんだ。蒸留酒が庶民に出回るのは20世紀になってからである。層の時代になると、居酒屋は酒、白と呼ばれるようになり、12世紀初頭の北層の頃には酒を蒸気で蒸して加熱殺菌する。 世界初の試みがなされている。居酒屋が庶民に広がった頃、同時に仏教の寺院等で左官と呼ばれる院差の文化が広まった。居酒屋の持つ多機能性は左官に集約され、共産党による一党支配がなされるまで、その機能を維持し続けた。現在では、主家はレストランを指し、居酒屋は日本から逆輸入されて使用されている。 紀元前18世紀の古代バビロニアにはすでに居酒屋が存在していたとされる。当時の居酒屋は無償提供であり、有償の提供を上げ先行為とみなされ、居酒屋は仮想民の店として上流階級から部別された。この傾向は貨幣経済が浸透した紀元前7世紀以降も継続する。記録としての居酒屋の最初の記述はバビロニアの法律集。 半ラビ法典であり、代金は大麦、量りごとの禁止や、二層の来店禁止などの細かい規定が存在した。その後紀元前線3 0 0年頃にはエジプトにも広まっており、この時代の王であったラムセス二世紀の王都では、ビール、ワイン、上流酒等が売られ、特にビールは国民飲料と言って良いほど、頻繁に飲まれようであるが、ワインは、 気候柄栽培できなかったため輸入に頼っていた。やがて紀元前670年頃にリディア王国の貨幣鋳造が始まると貨幣経済が浸透する。紀元前の二桁の年数になると二層金星も解かれ居酒屋は娯楽施設に変容した。居酒屋が世界に伝播していったのは宗教のおかげであり三大宗教のうちの一つであるキリスト教とその祖先であるユダヤ教は 飲酒を悪としなかったため、この二つの宗教が存在するところには、自然と居酒屋が発生した。貨幣経済が当たり前となった、紀元前五世紀頃の居酒屋は、宿屋の機能も兼ね、ギリシャでは、多くの詩人や歴史家、演劇人が、居酒屋の記録を残している。ギリシャの居酒屋には、ギリシャ以外の外国人や、商人、巡礼者、ヤクザ者、放浪者、 奴隷出身の水夫や肉体労働者など仮想民がたまり場として売春や窃盗、果ては盗賊などの味と溶かしていたものまであった。特に物流が集結するアテネや植民都市であったビザンティウムには居酒屋が多く立ち並んだが、上流階級は相変わらず居酒屋を意味嫌い、アレオパゴス集会で居酒屋入店を禁止したり、哲学者のプラトンが 悪なき利益を追求する商売行為と非難したほどである。また、ギリシャの居酒屋では、ブドウの栽培やワインの醸造が発達したため、ビールより、ワインが好まれた。時代が進んだ古代ローマの居酒屋兼宿屋は、食べるなと呼ばれ、宿屋と共に、馬屋が併設された。のきに、酒の神、ディオニソス、ローマ予備では、バッカスの化身である木タの枝束を吊るして、 看板としいたようで、他にも熊屋、熊や、和紙、オリーブ、車輪、剣が、モチーフになった。ローマやイタリアなどの都市をつなぐ街道沿いの居酒屋は、カウポーナと呼ばれ、1階が食堂で2階が寝室と、様式化された。純粋な居酒屋は、ポピーナと呼ばれ、女性店員は売春婦として日常的に居酒屋の2階で、商売をしていたようである。ローマは、 紀元前に世紀ギリシャを征服するが、征服前はビール、征服後はギリシャ文化に習ってワインを好むようになった。ローマ時代も相変わらず居酒屋は下善なものとされたが、第二代皇帝、ティベリウスや第三代カリグラ、第四代クラウディウス、第五代ネロ、第八代ウィテリウス、第十七代ルキウスウェルス、第十八代コンモドスの歴代皇帝は、 居酒屋が予をしていたとされる。特にティベリウスは、ビベリウス、飲み、町のあだ名を称されるほどの酒好きであった。ローマの居酒屋は、だいたい夕方の16時に開店し、祭日ともなるとにや営業を行った。日没後は公宅など客への配慮も怠らなかった。ローマ時代の居酒屋には飲酒と売春業の他に、土博業が新たに加わり、特に、サイコロ土博が、 盛んに狂じられ娯楽性が強調されてゆく。居酒屋は、ローマ帝国の発展とともに、各族州に広まっていくが、ローマ帝国の終焉とともに一度全滅の浮き目に遭う。中世初期の領主たちが、ギリシャやローマの貴族たちのように、自分の領地内での種類の地産地消を行い、商売としての居酒屋を認めなかったためだ。ヨーロッパで、居酒屋が登場するのは11世紀頃である。 荘園制度による農地改革で、農奴たちが土地を経営できるようになったからだ。各村村や都市との交流が再び活発化し、折しも十字軍の時代であったために、多くの巡礼者がこの交流に拍車をかけた。王が最後まで居酒屋認可の利権を独占したイギリスと異なり、ヨーロッパ大陸では、権力者たちが早々と認可権を手放したため、地方の有力者や教会、 修道院などが積極的に居酒屋を経営するようになった。やがて彼らは自分たちが開いた居酒屋以外での飲酒を禁止する居酒屋禁制を交付することとなる。ドイツではビール、フランスではワインが主だった禁制対象であり、長らく諸公たちの利権であり続けた。こうして誕生した居酒屋には都市と農村で明確な違いが現れる。都市の居酒屋は、 上流と下流の人々による住み分けが行われ、上流では嗜好品としての種類の提供、仮想ではそれに加えての売春、賭博による娯楽の提供に特化していく。一方のオソンでは、居酒屋自体が村のコミュニケーションの場となり、世代や性別を問わず人が集うだけでなく、行政や司法などの村の機能を代行する一大コミュニティセンターとなっていった。年に、 イタリアのベネチアにアラブ発祥であるカフェが伝来すると、やがて勃発したフランス革命による封建制の崩壊と上流社会文化の解放により、芝叩く間に欧州全土に広がる。18世紀の後半に大衆向けのカフェができるようになると、リキュールなどの種類の提供が盛んに行われ、加えてレストランやホテルといった外食産業による種類の提供盛んになった。 居酒屋の役割はこれら信仰の飲食店が果たすようになる。また低温殺菌や冷凍保冷など種類を長期間保存できる技術革新も居酒屋を衰退させる間接的な要素となった。革命の伴う封建制の崩壊は農民たちを都市部に招く結果となり多くの労働者が発生した。19世紀になって登場した週払いの給金システムによって 居酒屋は労働者たちの週末の息抜きの場になっていく。二日酔いに伴う月曜日の欠勤が多発し、正月曜日が一時期習慣化する事態となった。19世紀から20世紀にかけてアメリカに橋を発した禁酒運動の影がヨーロッパに広がったが、いずれの国でも禁酒法が成立されることはなく、仮に成立してもすぐに廃止された。しかし禁酒運動は、 種類輸送を人員輸送に転換した、鉄道旅行の発達や指揮者たち啓蒙によるスポーツの振興を促す要因となった。西暦43年にローマがブリタニアに侵攻する以前、ケルト人は古代フェニキア人から教わったビールを、紀元前二世紀か、紀元前一世紀頃にはすでに上院していたようである。ローマ以後、455年に民族大移動に伴う、 アングル人とサクソン人の入植、そして1066年のノルマン人の信仰でも、ビールを飲む習慣は変わらなかった。イギリスのビールは、エールと呼ばれ、常温での上面発酵させたホップなしのビールである。イギリスでのビールは、各個人の家庭で作られ、それを近隣住民や旅行者たちに分け与えたのが、居酒屋の始まりで、居酒屋が、エールハウスと呼ばれるのもここから来ている。 初期の居酒屋は家庭発祥の経緯から女性経営者が多かったが、専業となるに伴い醸造等の肉体労働に対応するため男性経営者が増えていく。特にイギリスの場合は身分の低い者たちが経営者となり、毛織物業や比較業などの兼業で生計を立てることが多かった。そうで、居酒屋が専業として 免許による認可制になったのは1552年である。その後居酒屋は宗教改革に伴う価値観の変化によって生徒、族の分離がなされ、飲酒が独身行為とみなされるようになる16世紀から17世紀にかけて爆発的にその数を増やしていく。この頃の居酒屋は宿屋の側面が強い、イン、エールハウス、ワインを専門とする多番の3種類に分かれていた。 この打ちた番には、イギリスの上流階級が頻繁に通うようになり、格差が生じるようになった。また農村では、共同体の交流の場となり、会合や商談、選挙投票や、裁判などが行われた。19世紀頃になると、居酒屋は、パブリックハウス、通称パブと呼ばれるようになるが、居酒屋としての多機能性は徐々に失われ、純粋に種類を提供する店に特化する。 当時有名だったパブはビクトリアンパブであり、パブ内において上流、サールン、パーラ、中流、下流に階層順に分かれていた。やがて上流向けは会員制クラブやサロンに移行し、パブは仮想民の店となる。当初パブではエールとビールがよく飲まれたが、17世紀にオランダから伝来したンをおもだって提供する立ち飲み式のジンパレスが猛威を振るう。 その後は踊りやショーを提供するミュージックホールが主流となるが1843年の劇場法によって演劇が禁止され音楽と踊りのみ認可されて今日に至る。フランスでは教会や修道院が居酒屋の起源であり客は多くが巡礼者たちであった。しかしカエサルが紀元前一世紀に ガリアに侵攻を行った時まではビールが主に飲まれており、今日フランスの代名詞であるワインはカエサル率いるローマ人によってもたらされたものである。ワインはまず南部でのブドウ栽培が盛んになり、10世紀頃からセーヌ川やロワール川流域で王権つながりの深いクリニー海の教会や修道院で盛んに醸造され、味噌などに使用されたが、11世紀頃に、 バイキングの進行を受けたのを機に、現在のブルゴーニュ地方に幸い拠点を移してからは、クリニー会にことを唱えた首都会の修道士たちによって、フランス全土に広まっていったのである。フランスの居酒屋は、宿屋の機能を持つ、オベルジュやホテル、大衆の宮としての、キャバレーやタベルン、安価で食事を提供する、ガルゴット、そして18世紀のパリ郊外で多く見られたギャンゲットがある。 18世紀から19世紀にかけて、ワインが大衆化されるようになってから、居酒屋の進化が起こり爆発的にその数を増やした。ガルコットは、ターブルドーと、タベルンは、アソモワールに、呼び名が変わり、また喫煙者限定の酒場である、タバジー、ビールを、主に提供する、ビストロや、ブラスリー登場するが、実際には、居酒屋の種類の境界は曖昧であった。 居酒屋の数は19世紀に激増し、1789年は10万だったのが、1830年に28万、1914年にはおよそ50万店舗にまで拡大した。首都のパリだけでもフランス革命時代に公式で3000ほどだった店舗が、1840年代後半には4500、1870年には2万2000、19世紀末では3万。 に達する。パリの居酒屋は中世時代の多機能が色濃く残り、労働者たちの出会いの場や職業斡旋、ストライキの会合まで行われた。賃金が居酒屋で支払われたメタルコインの換金システムも居酒屋の多機能性を残す要因となった。やがて居酒屋内に音楽と芸能が流入し、カフェコンセール、音楽カフェと呼ばれる店舗が登場してくる。 1867年に芸人の衣装に関する規定が緩和されたことで居酒屋の娯楽性はさらに高まる。1881年にロドルフ・サリーによって近代的な居酒屋であるキャバレー、黒猫が登場したことで居酒屋は各界著名人が集う一大サロンと化していった。ドイツでも居酒屋は領主でもあった教会や修道院が 巡礼者のために種類を提供するようになったのが、期限であり、修道院内に修道院居酒屋と呼ばれる施設を堂々と開いていた。修道院居酒屋は開かれたものであり、村人たちが気軽に飲みに来られる場所であった。最初ドイツではワインが主体であったが、16世紀頃に発生した土俵河期によって南部地方のブドウ栽培が不可となり、 18世紀頃になるとビールが主体となった。世界最古のビール醸造所があるバイエン・シュテファンはベネディクト会の修道士たちが中心となって1021年に建てた修道院が発祥となっている。またビールに付き物の,のホップも直後から添加されていた。1516年にバイエルン校であったビルヘルム4世が発布したビール純粋令によって ドイツのビールはより洗練されたものとなっていき、1871年のドイツ統一までの間、ドイツではビール例を遵守した上で様々な地域性のあるビールが醸造され続けた。1524年から1年間を起きたドイツ農民、戦争や17世紀の30年戦争では、村々の居酒屋が放棄した農民たちの集会所となり、集会のみならず平常時でも雑貨屋や 食料品店、商談所や裁判、銀行業務、軍人募集まで請け負う多機能性を有していた。利用する人間も富裕層から貧困層まで幅広く、男女や年齢による制限も比較的緩いものであった。このことを都市部の人々は心よく思っておらず、マルティン・ルターなどは祝日に行われているあらゆる悪徳の場と下げすんでいる。フランス革命が勃発すると、 教会や修道院の領地は没収され、修道院居酒屋も閉鎖されてしまう。このフランスでの革命を機に、ドイツ国内でも近代的なカフェやキャバレーが登場し、1901年にエルンスト・フォン・ボルツゲ源によるキャバレー、彩色劇場の登場によって一層の娯楽性を強調していったが、より劇場型に特化して、政治風刺の強い社会性を強めていく。 ワイマール共和国時代になってこの傾向は一時期、スタレルが共和制末期の4年間に再び活気づく。しかし1935年、登場したナチスによって最後の一軒が閉店し、ドイツキャバレーの歴史は幕を閉じる。一方で、ドイツのカフェはバイエルン王政時代からの醸造所を改造したミュンヘンのホフブロイハウスを筆頭に、 1928年時点のベルリン市内で1万6000件を数える規模にまで発展する。特にホフブロイハウスはアドルフ・ヒトラーが1920年にナチスの前身となる国民社会主義ドイツ労働者党を結成した場所として有名である。1928年にはベルリン市内に2500人収容可能な巨大カフェハウスファターランドが完成し、 ドイツのみならず、スペイン、トルコ、東欧、日本などの様々な様式の居酒屋がカフェ内に開設され、ダンスホールや映画館、オーケストラによるショーを連日行う、世界最大の娯楽施設として、年間100万人の来場者を記録したという。この来客層は、当時の中産階級であり、ナチスの支持基盤層であったためカフェは禁止されなかった。ハウスファターランドは、 第二次世界大戦で爆撃を受けて損傷し、1953年に破壊されている。ドイツは最も遅く、小ビジネス形式の居酒屋が伝来し、居酒屋の持つ多機能性を最も残した国となった。スペインでは、聖ヤコブの破壊のサンティアゴへの巡礼を行う、者たちのための居酒屋が、宿屋の併設という形で11世紀頃から、 レコンキスタの余波もあって北部から南部にかけて急速に発達していた。街道沿いの宿屋はベンタと呼ばれたが治安や設備等が粗悪であり、待遇は良くなかった。一方東欧では1453年のビザンツ帝国の崩壊でバルカン半島一帯はオスマン帝国の勢力下取り、北部のスラブ地方ではドイツ騎士団によるプロイセンの建国により、 居酒屋も大きく様変わりする。東欧南部では都市型の居酒屋が、北部では農村型の居酒屋が多く見られるようになっていく。ロシアの居酒屋の歴史は13世紀頃にアラビアから伝来したウォッカに始まる。1480年にモスクワ大公国の都市部に、カバキと呼ばれる居酒屋が誕生する。飲まれたのはやはりウォッカであった。初期のカバキは国営であり、 貴族専用店であったが、すぐに富裕層に解禁され、17世紀には、市営店も認可されるようになった。この辺りまでのウォッカは高級品で、低所得の市民や農民は、雑穀から作ったクワスと呼ばれる、アルコールの度数が低い酒を飲んでいたようである。農村部までに、ウォッカの出す居酒屋が広まるのは19世紀になってからである。この頃になると、 カバキは高所得者向けの居酒屋の名称となり、低所得者向けの居酒屋は、シノークと呼ばれるようになる。英国の植民地政策が始まると、居酒屋は宿泊機能を持った、タバンと呼ばれ、欧州の多機能性を有した、コミュニティセンターであった。19世紀中頃になると高級宿泊施設のホテルが、大陸北部に登場し、フランスの入植も始まって、居酒屋は、サロンはあるいは、 サルーンと呼ばれた。19世紀末期の居酒屋は、アメリカ大陸に約30万軒ほどが、大陸北部の工業地区に集中して存在しており、労働者たちの終末の息抜き場だった。しかし19世紀に起こった、禁酒運動と1919 19年に成立したボル、ステッド法、禁酒法によって、居酒屋は、存続に危機にさらされる。 だが、飲酒行為そのものは禁止されなかったため、非合法の居酒屋が存続し、1931年当時には22万件を数えるまでに発達した。この急速な居酒屋の発展には、アルカポネなどのギャング団やマフィアが大きく関わっていた。1933年に禁酒法が撤廃されると、居酒屋は一気に種類を専門に提供する店へと変わっていくが、これは、 禁酒法時代に発展した映画鑑賞や野球観戦など娯楽が多様化したためである。7世紀の622年にイスラム教が成立する以前はアラビア地域ではごく普通に酒が飲まれアラビア語でハーネートと呼ばれる居酒屋が存在していた。アラビア圏では主にアラックと呼ばれる上流酒やナビーズと呼ばれる醸造酒が飲まれたが地域によっても特色があり 中部では夏目屋し、イエメンでは蜂蜜から作られた酒があり、北部にかけてはワインやビールが古代から上飲された。イスラム教成立以後も権力者たちの飲酒行為は止まらなかった。これはイスラム教自体が禁酒を厳格化しなかったためである。歴代のカリフたちは公然と酒に溺れ、例外は居酒屋禁止令を行った馬屋町の第8代目。 埋まる二世位くらいだと言われている。特に、ウマイヤ朝の第十一代目であるアルワリード二世は、禁止を解くコーランを破壊するパフォーマンスを生むほどの強力化であった。その後アッパース朝の時代になると、異教徒であるキリスト教徒やユダヤ教徒が運営する、居酒屋が普通に出店されるようになる。酒屋関連する店舗は王朝に多大な税収をもたらしたため、黙認されたのである。 16世紀になってアラビア圏にカフェが発生する。ただし、アラビアのカフェは15世紀の中頃にアフリカから伝わったコーヒーが主体であった。カフェは16世紀の中頃までにはアラビア圏を網羅し、後期にはモスクに隣接するような大規模な店も出店するようになった。アラビア圏ではカフェの流星が景気となって、禁酒の傾向が進み、コーヒーの飲用が奨励された。 しかし、種類の提供は水面化続けられ、現在でも都市部などで細々と行われており、厳格なサウジアラビアやヤスーダンでも密造種が流通しているほどである。インドは10世紀や16世紀にイスラムの支配を受けたが、イスラム教の浸透は支配者階級のみであり、大多数の市民たちはヒンドゥー教の教えを守り通した。そして飲酒の規律も古代の法典である。 マヌホー法典によって、上流種であるスラー種の飲酒が禁止され、醸造種である相馬種が認められていたが、それはごく建前であり、都市部には両者を提供する多くの居酒屋が抜きを並べていた。しかし近代に入ると、インド独立を指揮したマハトマガンジーの禁欲主義と、彼が率いたインド国民会議派の政策により、居酒屋の数はごく少数となっている。現在は、 老若男女を問わず利用されているが、かつては、居酒屋は主に男性会社員や肉体労働者の大衆的な社交上として機能していた。これが日本の文化に与えている影響も少なくない。歌謡曲の題材として取り上げられ、特に演歌で居酒屋の情景が歌われることが多い。また、日本映画の舞台として取り上げられることもある。2000年代に入ると、 地域寄せを含めて各地で落語会の開催会場が寄せ以外に広がり、居酒屋を会場にする上演の形式が定着しつつある。また、海外でも居酒屋に相当するものを題材とした文芸作品などがある。居酒屋は様々な形態のお店があるが、居酒屋といえば大抵これは提供しているという定番メニューがある。主なものを下に列挙する。 店に入って酒を注文すると、他に何も頼んでいなくても、小皿や小鉢に入った一品料理が出てきて、代金を取られるケースが多い。これは、お通しもしくは、突き出しと呼ばれるもので、最初の注文が入ってから客に出すまでの時間をつなぐためとされるものである。この他、口取りとする店もある。あらかじめ作っておいて、すぐに出せるもの。 あるいは前日の残り物などをうまく処理して出す。枝豆や前日は刺身で出していた魚を煮付けにして出すなどはその例である。関東ではお通し、関西では突き出しというところが多いようだが、両者で全く正反対の言葉を同義語として使っている。店側にとってお通しは客単価を確実に上げられる上に質をあまり問われないので、 利益率が高くありがたい商品として重宝されている側面もある。頼んでいないのだから代金は払わない等のトラブルを回避するためお投資を頂戴いたします。種類をご注文のお客様にお召し上がりいただきます。などと料金システムとして明示する系も見受けられる。一方で頼んでもいない商品を一方的に出すのは客に余計な負担をかけるという理由から お通しを出さないことをセールスポイントの一つとするチェーンやお通しがいらないお客様には提供しないことをメニュー等で明示しているチェーンも出てきている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。